おはようございます。長野市議会議員の小泉一馬です。びっくりした。今日もね、柳原の交差点、こちらでもって街頭演説、元気にやらせていただきました。ありがとうございます。でね、今朝の信濃毎日新聞、皆さんご覧いただけましたでしょうか。なんと第三者会面といういいところにね、小泉一馬の議会一般質問、昨日の発言内容が記事になっておりましたということなんですけれども、まあだけどね、内容で決してね喜ぶようなことではない。皆様に常々ねご報告申し上げてきた議会の議員が皆様からお預かりしているお金でもっていっぱいやっちゃってたっていう、そういうお話が記事にしていただきましたね。で、筑前衛生施設組合のお話ですけれども、歓送迎会公費から支出っていうことでね、長野市だけではなく千曲市と榊町と長野市もねの議員が皆様のお金で情報交換とかそういう名目でね、もういっぱいやっちゃってたっていうことなんですよ。いっぱいやらなくなっていいだろ、そんなものはね、できるはずですよ、情報交換は。でね、これね、小泉さんも昨日ね、議会いっぱい質問で発言したときは、皆様に予告した通りですけども、こういうことがあっていいのかと。長野市の、ね、議会には、ね、議員の政治倫理条例っていうのがあるんですよ。でそれによるとね、もうなんか不明ようなことをしちゃいけない、市民の信頼を、ね、損ねるようなことをしちゃいけない、そういうふうに書いてあります。これに抵触してるじゃないですか。ちゃんと調べて市民の皆様に報告して説明責任を尽くすべきだ、小泉一馬そうね大演説させていただきました。まあ、40秒ぐらいですけど。でね、でそれ言い終わって自分の席に戻ってくるじゃないですか。他の議員の顔見えるんですよ。またあんなこと言っちゃってみたいな顔してるんですよね。中にはね、うすら笑い浮かべてね、なんか指さしてるやつもいましたしね、全くね、ことの重要性がここに至っても分かってなかった。でね、信濃毎日新聞よく書いてくれたと思います。これでね、やっとね、議会も、あ、俺たちもしかしてまずいことやってたんだって、今更だから分かってくれるんじゃないかと思う。で、議会運営委員会がね、今日ありますんで、そこでね、議題になるような、ないような、どうなのっていうところがね、今日のまず第一のチェックポイントです。で、これでね、いい加減だね、まあいいじゃねえか、それは、もう過ぎた話だし、っていうことになっちゃったね、小泉はそれはね、違うと。言わざるを得ない、うん、きちんとね、誰それがいつ皆様の税金で飲んじゃってましたっていうことをきちんと包み隠さず打ち上げて、もう二度としません、ごめんなさいと。それがやはりね、議会の信頼回復の道だと思いますよ。いや、こういうことを言えるのもね、小泉は無所属でしがらみがないから、会派にいたら小泉それやめとけ、うちの会派からもそれやっちゃった、飲んじゃったやついるんだから、やめとけやめとけやめとけって言われるに決まってるの。小泉は無所属だから自由に発言できるんです。今後もね、小泉君は本当にね、会派の後ろってないから、皆様のねご支援だけが頼りなんで、応援してください。いや、明日